僕多分私服で行くかな。花火大会とか私服でホットケーキさんにコーディネートしてもらう。コーディネートしてもらうわ。ちょっとさ、僕さ一回もさ、その動画を見たことないし、動画を見たことないし、その全然知らないゲームなんだけど、第五人格っていうゲームなんか今流行ってるからやろうと思うんだけど、あれ面白い？面白いですか？第五人格なんかアプリゲームだよね。あれって面白いですか？結構なんかいろんな人がやってるイメージがあるんだけど、全然僕その動画とかも見てなくて、プレイしてるところを見たことがない。あ、1位。あ、面白いんだ。そうなんだ。あれでしょ、なんだっけ、デッドバイデイライト。まあそれもやったことないんだけど、僕デッドバイデイライトっていうゲームをなんかアプリ版にしたみたいなゲームらしいじゃないですか。そのデッドバイデイライトも結構有名なゲームだから面白いかなと思って。あ、作っちゃった。強っ、あ、強っ強っ。この武器、この武器強っ。え、強っいや待てよ、これはパンケーキが強いのかもしかして。はい、パンケーキは雑魚でした。海と山どっちが好きですか？どっちもあんま好きじゃないんだけど食べ物で言うと海の幸の方が好きかな。食べ物で言うと海の幸美味しいね。海鮮丼ね、海鮮丼美味しいですね。ジェイソン、あ、13日の金曜日、そっちのゲームか。デッドバイデイライトではない、もしかして。あれでしょ、でも鬼から逃げるゲームでしょ、鬼ごっこでしょ。全然やったことないから違うこと言ったらごめん。その僕さ、昨日ってか今日はさ、朝寝たんだけど、朝方寝たんだけど、朝さ寝る前にさ、もうなんかめっちゃ眠い頭でさ思いついたネタがさ、第五人格をなんか芸人さんとかにさ、いっぱい大吾って名前ついた人いるじゃん。その千鳥の大吾さんだったり、そのアーティストの大吾さんだったり、メンタリストの大吾さんだったり、その大吾の人格で大吾人格やってみたっていうネタを考えて、僕何考えてんねろうなって思った。なんであれがやれるんだ、この武器あれがどうしてやれてしまうんだ。いやめっちゃスライド詰めてきた。そう、ハイプレお好きですね、僕。いや、大悟さんの人格で第五人格面白いだろ、絶対ウケると思うんだけどな。ウィッシュとか言って、ウィッシュMDY ってマジでやばい、マジでやばい、うん、ウケそうな気するんだけどな、無理かな。このネタ誰か使うかな。夏にぴったりの寒いダジャレネタだろ。え、消えたんだけど、僕のシールド、僕のシールドどこ行ったの。
あ、シューズなかったわ。俺シルだと思った。カーリングだったわ。何がするのじゃん。生産された、生産されたあれを、あシャボン玉を壊していく作業だった今。あ、ナイス。こんばんは、どうも。ダイナムかと思ったら近かった。もう今あれ使ってました、ゴーニーデコっていう武器を使ってます。あ、でもそんなにキル取ってなかった。味方強かったわ。でもなんか今日はちょっと動画化のネタが増えるな。